天とまことチャンネル始まるよ。どうも、天まこの天の方です。今回はですね、タイニータンのこちらのスペシャルぬいぐるみ撮っていきたいと思います。僕の近所がですね、緊急事態宣言中ということでお店が開いていないので、実店舗の方が、なので今回ちょっとクラウドキャッチャーさんの方でチャレンジしております。多分誰かが行ってやった後なんですよね。少し動いていたので、誰かが行ってやった後のところからやっております。クラウドキャッチャーさんはもう僕もそんなにやらないのでちょっと不安なんですけど、チャレンジしております。動き的には結構動きがあっていい感じですね。手前のバーのところに入れていきたいと思います。バーと箱の隙間ですね、ここ結構動くので、はい、こんな感じで斜めに立ちましたね。この後はこの後もですね、今と同じところを狙いつつ、箱を倒して横はめにしていくイメージですね。結構クラウドさんは横はめにすると取りやすいので、縦よりも横はめで狙っていきたいと思います。理想的にはもうこのままつるっと倒れてくれると、これはもう結構左アーム寄せ限界なんですよね。移動制限があって今ので動かないとなると、はい、平行移動をお願いした方がいいです。こうすると左アームがもう少しキワキワに寄せることができるので、しっかりとね、平行移動などはお願いするといいかと思います。はい、4手目ですね。さあ、今度はこれでいい感じでいけるか。はい、ですね。ただこうなると手前の隙間を狙うのが、はい、かなり厳しい感じになりました。はい、5手目。さあ、狙えるのか。やっぱり厳しいですね。はい、あまり効果がない感じですね。こうなってくると、次はですね、少し後ろの方を持ち上げるイメージで、倒したいと思います。うまく倒れてくれるといいんですけど、切らなかったですね。あまりいい形ではない。さあ、どうする。ちょっと悩んでおります。オンプレ自体最近始めたので、やっぱり結構不安っちゃ不安なんですよね。実店舗とはまた違った感じなので、はい、今度は手前を狙いたいと思います。右アーム少し寄せ目ですね。あ、いいのではなかろうか。はい、いい感じになりました。多分クラウドさんはここからが早いですね、取るまでが。はい、ここまで来たらもう安心ですね。8手目。さあ、どうだ。落ちるか。落ちない。まだちょっと浅いですね、ハマりが。もう少し深くなってくれるといいんですけど。9手目。アームはど真ん中。
どうかな、手前を少しずる、手前じゃないですね、奥の方を少しずる感じですね。で、いい感じの角度ができました。今のはいい手だったのではなかろうか。はい、10手目、右奥の角が下がっているので右手前を狙ってここを持ち上げてフィニッシュに持っていきたい。まだかな、まだ、またちょっと嫌な感じの浮き方してしまいましたね。はい、くじけず11回目、はい、右アーム寄せ目で今と同じような狙いですね。これでどうだ、はい、これで落ちてくれました。よかった、無事11手でゲットとなりました。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと天と誠チャンネルではゲーム配信をしてますのでぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。